どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、ヘイローインフィニットのテクニカルプレビュー、クローズドテストに、参加してきました。ヘイローはですね、もう20年以上の歴史がある Xbox のマイクロソフトのね、FPS になります。そして12月8日に Xbox PC で、マルチプレイヤーが無料展開の予定です。でね、コメントで絶対書かれると思うんで、あらかじめ言っておくと、PS ね、プレイステーションでは出ません。もしね、プレイステーションで出ることをこう例えるなら、任天堂のマリオをなんかプレイステーションで出すというぐらいありえない話なので、まあほぼほぼね、ありえないと、出ることはありえないと思います。なんでね、僕がね、このヘイローに思い入れがあるかっていうと、僕がね、初めて競技シーン、FPS の競技シーン、まあつまり e スポーツですね、に入った初めてのね、作品なので、すごく思い入れがあります。当時高校生で Xbox 買って、チーム入って交流戦してみたいな、大会出てみたいなのをね、初めて経験したね、作品になります。では次にこのヘイローの基本システムを紹介したいなと思います。基本的に 4v4 の、まあいわゆるアリーナ FPS になります。で、特徴として、まあ、体力が硬いこと、まあ、アーマーがあって体力が硬いで、基本的に ADS、 最近の FPS って、まあ、武器を除く ADS が主流じゃないですか。だけど基本的にこのゲームは、ADS がない、覗き込みをしない腰打ちで打つゲームになってます。そして COD のような、クラスカスタムロードアウトもなく、基本的に最初は、激弱の AR と、ピストルを持った状態でスタートします。で、強い AR とか、まあ、強武器のスナイパーとかマップにこう落ちてる感じですね。でそれを拾って戦う感じになります。このヘイローの何が偉大かって、コンソール機ですね、家庭用ゲーム機の FPS の基礎を作った作品になります。でこの作品がなかったら、もうコンソールで多分 FPS がね、流行るのが多分相当遅れてたと思うんですよ。そして当時、オンラインの同時接続者数が、300万人突破した作品でもあります。ここまで話すと、あれ、なんかデスティニーとスプリットゲートに似てねって思う方がいると思うんですけど、デスティニーは元のね、開発者があのヘイローの開発者なんですね。でスプリットゲートの方は、スプリットゲートの開発者の方がもうヘイローの大ファンで、もうヘイローに似た FPS を作ろうってなって、なんかスプリットゲートがね、生まれた感じですね。これだけね、昔流行ってたゲームだと、もうほんと数々のね、ヘイロー出身者のプロゲーマーがいっぱいいます。で有名なところだと、忍者とか、あと今エイペックスで有名なスナイプダウンとか、もうスナイプダウンはもうヘイローのレジェンドプレイヤーですね。であと COD だとフォーマルとか、あと上げたらもうどんどんいっぱいいるんですけど、まあ大体の、特に COD プロとか大体ヘイローやってます。ヘイローの元プロだったり、まあプロじゃなくてもヘイローやってたりとか、あとエイペックスレジェンズだと、あのインペリアハル、TSM のインペリアルハルがいるじゃないですか。で、インペリアルハルの名前の由来が、もともとインペリアルヘイローだったっていうね、あの、こともね、なんか本人があの配信で話してましたね。そんなヘイローが6年ぶりの新作で、しかもマルチ無料で来るんですよ。だからね、これだけね、みんな注目してるわけなんですよ。まあその、日本以外だけど。日本だと全然有名じゃなかったから、まだね、知らない人も多いと思うんですけど、もう僕とかね、もうやってたし、もうすごい、超期待してます。てかもう多分ヘイローに移行するかもしれない。ヘイローに戻ると思う。今のままだと。パッと見ね、このテクニカルプレビューの時点で超面白かったんで、ちょっとクソって言いそうになっちゃったけど、超面白かったんで、ちょっと期待大ですね、今のところ。というわけで長くなりましたけど、プレイ動画の方に行きたいと思います。よかったらね、もっと動画見たい、このヘイローの動画見たいよって方は、グッドボタンぜひよろしくお願いします。あとね、気になった質問とかね、コメントにぜひよろしくお願いします。さあ、今回のルールは、ストロングホールドドミネーションですね、これは。さあ、開幕センターのスナイパー。誰か来るか？スナイパーじゃないか、ここにあんの。今日これ、本作からの新武器だな。これはどこ、体のどこに当てても一発の強武器っすね。これは敵オーバーシールド、体力硬くなるやつつけてたね。OK? つえーこれ！まあこういうね、強武器はね、ほんとマップ上にたまに出てくるんですよね。だから、そう何回も使え、常に使えるわけじゃないから、拾えなかったらもちろん使えないし、スナイパーもそうだしね。でこれはカービンライフルちゃん。敵さん大丈夫か、まあ、マップ最初把握してないとな。マップがないからね、左下に、まあ、レーダーっていうのがあって、まあ
本当に近くの敵は、赤点が映るんだけど。マップの構造とかはね、映ってないから、左下に。最初はマップ覚えてない人が多いだろうな。もう5時間近くボット打ちはしといたからね。このマルチが始まる前にボット打ちはもう万全ですよ。味方削ったぞ。やってくれるかな。ナイス。ちょっと削ってるね、これ味方が。これは積極的に。味方が削ってたら積極的に。決めフラグは当たりません。バトライはないんかな。ここに DMR はあるけど。ね、こうやって。壁に立てかけてある武器はめちゃくちゃ強いんで、どんどん拾っていきましょう。ここにももう一個あるんだよね。これバトライかな。オッケー、来た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 。まあ、これがね、ヘイローの、まあ、メイン武器ですね。この3点バーストの武器。この3点バーストの武器で、頭に4発かな。4発当てれば、死にます、敵が。で、これで、あ、今オーバーシュート拾えた？拾えたね。これは体力硬くなるやつね。よし、OK。体力硬くなってるんで、ちょっと積極的に行きましょい。中央の武器は残り20秒ぐらいかな。OK、OK、OK。こんな感じです。こんな感じです。気持ちいいなぁ。バトロワジェニア。バトライの音超気持ちいいな。さあ、真ん中の武器出てくるかな。味方が待機してるけど。OK。かばしてあげたから、ちょっといただきますよ。あべ、外した。最悪やな。ナイス。多分 C 触ると思うんだよな、敵。いや、A ですね。どっちも空いてんじゃないかな。OK。よし。あ、まあ、やっぱそうだよ。どっちもいるよね。ナイス。脇かな。リロード投げんの、これ。オッケー。それは聞いてねえや。このゲームのスナイパーはね、必勝一発ですね。胴体は、一発じゃない。で、こうやって。ほとんどハンドガン、最初は。で、マップのバトライを拾って戦うと。これ、ゼートローか。そこいる？もうちょっとで、オーバーシールド来るね。殴って、取られるかな？誰かいるか？いや、いるね。登ろう。取られちゃうか。あれは無理だな、もう。オーバーシールド取られたから、フラグ。当たるかな？当たってるから、ちょっと詰めちゃいます。で、この裏にいたの知ってるから。へい。いやー、いいね。これ詰めちゃおう。あ、終わっちゃった？おお、結構キルしたんちゃうか。28キル。まあ、かなりいったんちゃいますか。これはキャプフラだ。いや、もうヘイローのキャプフラは超面白いからな。普通にこのフラグはあれか、もしかして。旗を奪還しないと入んない。ちゃんと入んない。仕様になってるんだ。オッケー。これで旗奪還して、味方が自立に敵の旗を持ち運んでるはずだから、ポイントになると、これで。今、倒した敵湧くんちゃうかな。こっちで湧いてないな。ちょっといきなり旗取るんじゃなくて、削っとこうか、周り。OK、弱ってたね。あそこに全員固まってんな。OK。サルトしかね。オッケー。4枚。で、最初の2枚が早く湧いてるはず。普通に下行ったんか。で、上取って。OK。気づかれてないね。弾がなかったです。これで回収したはず。で、テキリスに。OK。綺麗だぞ。やっぱ体じゃめちゃくちゃ時間かかるな。まあ、今の人頭見えてなかったからなんだけど。OK、ナイス。センター？あれは行かれちゃうかな。このフラグ入るか？これロケランかな？あ、味方は取ってくれたね。ナイス。
で、自立にもう敵がいるので、それを倒したいんだけど、最初に倒した敵も湧いてくるから、それを削りつつ、旗持ってくる敵待った方がいいかもな。よいしょ。ここに自立の旗があるけど、え、この辺敵いるんちゃうの？いないのか？大丈夫か？ちょっと弾がね。よしよし。近くいるか？いるな。オッケー、ナイス。これで決まりそうだな、これ。敵さん焦って旗の方にね、奪還しようと突っ込むけど、それじゃ死んじゃうんだよな。よいしょ。ほい。ほい。これで、勝ちです。さあ、真ん中にスナイパーあるけど、取られちゃってる。でも、これはもらったわ。で、スナイパーもらうけど、このゲームのスナイパーはね、バカほど難しいです。撤所じゃないと、一発で死なない上に、撤所じゃないと一発じゃ死なない上に、アシスト全然ないっていうところ。僕の下に2人いるな。これは胴体やってたから敵があと一発なんだけど、敵が C ですね。これでやっと一緒だけど、もうないです、弾が。今作のスナイパーかなり難しいな、これ。ちょっと集中しよう。うまい。ああ、無駄打ちしちゃったな。ナイス。B だね。ジャンプしたとこは一番無防備だから、このゲーム下手にジャンプしない方がいいっすね、ほんと。よしよしよし、OK。まあやっぱね、正直難易度高いですよ。最近の FPS ってカジュアル傾向があるけど、ほんとその真逆を言ってます。その分競技性は高いし、極めれば極めるほど面白いと思うけど、まあ FPS 初心者にはちょっと難しいかな。まあでも、大人数のね、カジュアル向けのルールもあったりとか、するから、全然初心者の人でも遊べるルールがある。で、4対4も最初は難しく感じるかもしれないけど、慣れていけば最高に面白いです。とりあえず無理な打ち合いをしないことだな。うまいチームになってくると、そもそも 1v1 させてもらえないからね、カバーとか来てね。ああいう風にちょっと体出しすぎると良くないですね。うわハンマー持ってたわ。まあ、あれもマップ上に落ちてるパワーウェポンだね。この人バトライ持って、あ、ここにあるんだ。ここだ。これこれこれ。ヘイローといえばこれですよ。オッケー。こっちいんのかな？いるっぽいな。相打ちか、ナイス。あれ、この辺いない？上でした。でも降りたね。これは殴っちゃおう。弾が少なくなってきたかな。11発しかないな。オーバーシールド来た。オーバーシールド展開して体力上げて、で今体力2倍になってるんで、ちょっと強気にいっちゃいましょうか。下にいない？うわー、マジか。あ、でも相打ちだ。ナイス。こっちかな。いや、まだリスポン覚えてないから、ちょっとキルスピード遅いね。あれは倒せないから。よしよしよし。ハンマー。
上来た。どの距離まで届くんだろう。なんだ。結構近づかれたんですね、さすがにね。あ、下にいる。オッケー、よし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 。こっちかな。脇。こっち側だと思うんだけど、いないかな。そろそろオーバーシールド枠かな。下にもいるね。オッケー。ダブル、あれは遠いわ。うわ、くそ。23キル。めっちゃキルしてるわ、これは。味方ちょっと、とつりすぎやな、それは。オッケー、ダブルキル。まあ、本当にこのアサルトライフルは近距離の時に 1v1 する時ぐらいかな。ほとんど使わないですね。あと2キル。うわ、ミスった。やれたと思った。26キル。オッケー。27キルかな。おお、半分以上は倒しましたね。